ごきげんよう、タコボンドです。だいぶ久しぶりだけど、なんかめちゃくちゃヒゲ生えてるな。いろいろやってたら、アーク、やりてなかったんだけど、今回はね、まあ久しぶりに、モッド生物を捕まえていこうと思います。まあモッドもね、いくつか入れてるんだけど、その生物をね、今回捕まえていこう。あれ？あ、これか。そう、久しぶりすぎて操作ももう忘れちゃってきてるけど、こんな感じに建築してたんだね。こういった建築もねしときたいところだけど、お、みんな久しぶりだね。いろいろ捕まえてきたんだね。まあ、今回はねとりあえずこのパラサウロフスに乗っていこう。パラパーラパパーラパーって名前だね。よし、お、レベル上がってた。ま、スピードに上げとこうかな。お、元気いいね。さて行こう。あれ、なんか挟まってる。野生のこの生物もいるからね、ここ。ま、今回はね危険なモッド生物を捕まえるんで、いろいろ作戦立ててきました。まずはね、荷物を全部置いてこう。この中に入れようかな。こういう道具とかもね、一回もう死ぬ覚悟で行こうと思うんでね、まず。服とかも全部入れてこう。よし、もう完全裸状態だけどね。これで一回行こう。ちょうどこの真裏がね、肉食が生息する場所なんだけど、こっちの方にいたんだよね。ちょっと危険だけど、ここら辺はもう木とか全部取っておきました。さあ、もうすっきりしたね、ここら辺。さあ、一回ちょっとこのね、パラサウパラパーラパパーラパーはここに置いとこう。よし、死ぬんじゃないぞ。うわ、草食べてる。作りました、このね。まあ、今回は完璧な捕獲トラップを作りました。前回スピノサウルスの時はね、適当に作っちゃったけど、まあ、この広さなら入るよね。なんとかね、ここをおびき寄せて入れていこう。お、なんだ？え？ティラノが来た。待って、いなかったよね。突然湧いてきた。待って待って、一回、こっちじゃないんだよね。うわ、そこにもいるし、ちょっと待って。足速いな。待って待って、こっつけ。あのモッド生物がいなくなってるね、なんか。さっき見つけたんだけど。待って待って、さっき、うえぇ、いや待って、どこだ？ここ肉食多いんだよね、やっぱ。うさっきのティラノに。うわ、いた！こいつだ、こいつ。よし！おっ！なんだこの能力！目が潰された！やばい！見えないんだけど、何も。あれ？ベッドが使えなくなってる。で、近くに、とりあえず復活しとこう。これかな？一番近いのは。ベッドが使えなくなっちゃってるよ。増やさないと。さ、やっていくか。お、なんだこれ、光る木。こんなのがあるのか。何か、素材は取れるかな。お、なんかある、これ。なんだ？お、やったねー、本手に入れました。おお、なんか、はは、荒ぶってるよ、なんか。よっしゃー。いや、これじゃない。うわ、そこにいるねー。戦ってるよー。なんか、角がめちゃくちゃ生えてる。カルノタウルスだね。一回ちょっとここ開けといて。
あれ、来ないか。戦ってるね、なんか。こっちは閉めとこう。結構でかいぞ。わ、待て。パラパーラパパーラパーがそこにいる。大丈夫か？なんか倒されそうだな。わ、倒された。でかい。わ、別のやつと戦ってる。後ろから叩いていくか。尻尾。届かない。よし、これこれ。いいよ。さあ、こっち来るんだ。来たぞ。よし、今のうちだ。今のうち、早く逃げて。よしよし。よっしゃ、これ。捕獲成功なんじゃないか？うおー、なんだなんだ。なんだ、今の。血が出てたけど。吠えてる。ちょっとこの草が邪魔だな。取っとこう。やばい。パラ。パラが食われてるぞ。大丈夫か？そう、こっちこっち。やばい、これ。こっち来るんだ、こっち。あれ、来ないぞ。待て待て、食われちゃう。乗るか。乗っておびき寄せよう。よし、いいぞいいぞ。さあ、こっちこっち。いけるいける。さあ、捕獲成功か。待て。でかすぎて入らないの、もしかして。やばいぞ。この門でも入らないのか。いや、なんとか入るはず。うお、来てる来てる。そう、こっちこっち。もう少しで入るはず。うわ、よだれ垂らしてきてるよ。おし、目が治った。あれ、どこ行った？お、おお、なんだ、プテか。そう、ということで、作り直しました。ここね。こう、登れるようにしときました、ここを。これで、こう、おびき寄せて、こう、登らせていって、落とす作戦ね。これなら、捕獲できるはず。さあ、それじゃあ、行くか。さあ、どこだ？いなくなっちゃったね。お、あれか？どうした？うわ、やばい、気づかれた。静かに行動してたのに。さあ、来てる来てる、やばい。パラーに乗らなくてもよかったな、やばいぞ。そのまま人で、うっと待てて。よし、来た来た。いよいよ、こう、おびき寄せて、来た。よし、逃げるんだ。捕獲成功。やばい、食われてる。あれ？挟まってる、挟まってる。やばいぞ。食われてる、食われてる。よし、こっちから逃げよう。よし、おー。これは出れないよね。よく耐えたぞ、パラー。お、よしよし、いよいよ。で、今のうちに一応閉めとこう。出る可能性あるからね。よし、いよいよ。意外とおとなしいな。これで完全に捕獲成功か？やりました。さあ、じゃあ、道具を持ってこう。よくやったぞ。そこからね、クロスボウで気絶させていくか。おっと、やばい。なんか食らった。さあ、これ当たってる？食ってるね。破壊されるかもしれない。急ごう。よし、顔を狙ってこう。おっと、動いてきたぞ。これ逃げてる状態か？あっ、ちょっと、なんか、やばい。なんだ今の。怖い。もう一匹いた。怖いな、もう。意外と足速いんだよね。
てか裸だったな。服着とかないと。寒いし。着とこうこれ。そう。お？え？気絶したもしかして。やばい、なんか、やばい。骨が折れた。お？これ気絶したかもしれないね。やばい、なんか来たぞ。ちょっと待って。肉食多すぎでしょ。ベッド使えたね。よし、さてどうなった？これは、お、気絶してた。うわ、なんかいる。さあ、まあとりあえずね、肉を取ってきてあげよう。さあ、まあ、やっぱね、すぐ仲間になる霜降り肉がいいね。お、いたいた。じゃあこのステゴサウルス倒していこう。さあこれでね、クロスボウをまずセットして、さあ槍でいくか。まずはそこでできるだけダメージ与えて、こっからクロスボウで、さあなんとか倒そう。そっち行くと仲間のやつが動いちゃう。こっち来て。お、いけるいける。よっしゃ、ステゴサウルス倒した。やばい、仲間が来た。急いで霜降り肉を取ってきて、おっとまたか。よし、逃げよう逃げよう。よし、これで何個か取れたかな。さあ猛ダッシュでいきます。うわっ、ちょっと待って。おい、ティラノサウルスが食われてないよね。なんでこんないんの。よしよし、こっちにおびき寄せて、一回ここら辺におびき寄せて、よし、ターゲットされてないね。急いで向かおう。起き上がってない？大丈夫か？おーっと、なんか隠れてた。おーっと、おい、なんでまたいる。おーっと、よしよし、せい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 。開けない。待って、イベントリー開けない。一回中入らないとダメかな。お、なんだ、足跡が。うわ、まだ。ちょ、あ、開けた開けた、イベントリー開けた。よし、肉を与えて、お、早いぞ。仲間になったね。あれ、乗れないか。サドルないと乗れないね。そこにいるんだよね。一回これ、壊さないと出れないね。仕方ない、壊してこう。よし。こっちのゲートも壊そうかな。で、一旦荷物が多い。捨てとこう。さ、これで、どうだ？来たー。角の生えたカルノタウルスだよね、多分。見た目がもうティラノっぽいね。さ、そこにいるけど、一回戦わせてみようかな。いけるでしょう。お、なんか矢印出た。お、いいぞ。どうした？おはは、何もしなかった。ちょっと食われたかったのかな。よくやったぞ。強いな。新しい仲間ができたね。さ、襲われないうちに拠点に戻ろう。無事だったか。さあ来ました。おー、乗れないかな。頭に乗りたい。なんとかサドル作って乗りたいところだね。さあみんなは、あれ、プテラノドン系が消えてる。え、どうした、なんか攻撃されたかな、もしかして虫とか。
虫とかに攻撃されてどっか行っちゃったかもしれない。お、一匹いたね。ここプテプテ、こいつはプテプテだね。やばい、重くて動けないか。かわ、ここら辺いるかな。お、え、なんかティラノサウルスが死んでるぞ。こいつか、こいつに襲われてたんだね、いつの間にか。あ、プテコがいた。よかった、みんな無事だね。ま、後で戻しとこう。お、乗れたね。このギリギリ、うわうわ、救われそうだけど、まあ仲間だからね。ということで今回はね、どうやら調べたところ、あ、乗れた、まあ、調べたところコルヌサウルス、神秘的な謎っていう生物だね。まあ、やっぱり僕といったらモッド生物なのかな。まあね、またモッド生物面白いのいたらね、やっていこうと思います。それじゃあ、ぜひ面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。それじゃあ、バイバイ。